こんにちは。今日はバイオリンを始めて間もない方のためのワンポイントレッスンをしてみたいと思います。曲はキラキラ星です。ちょっと弾いてみますね。右手のこのボーイングももちろん重要なんですけども、今日はちょっとワンポイントということで、この左手の、指の方のレッスンをね少しだけしたいと思います。バイオリンはこの人差し指から1234というふうに、指番号をつけているんですけれども、キラキラ星の途中のメロディーのところ A 線からというこの A 線から 1,2,3 本を同時に押さえるところがあるんですが、ここが結構初めての方は難しい箇所なんですね。そこの練習の仕方をちょっとお伝えしたいと思います。まずは指を 1,2,3 と順番に置いていきます。こんな感じですね。 1,2,3、 そしたらパーをしていっぺんに押さえる。そしてもう一回1,2,3と押さえてパーをして同時に押さえるというような練習を何とか繰り返していくと、瞬時にですね 1,2,3 がパッと取れてメロディーがスムーズにいくと思いますので、そんな指の練習というものもちょっと取り入れながらやってみてください。レッスンではですね、弾けない箇所を重点的に練習したりですとか、持ち方ですとか、そういうこともね、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひオンラインレッスンの方でご興味のある方は、ご参考になさって、そして受講してみてください。ありがとうございます。